Only you, only you.
せて腹を満たして、一笑い決めて帰りに泣いた。 Only you, Only you, Only you、 僕にはあなただけでした。Only you, o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 nly you. 一生忘れられるわけないんだ。捨てて生きていくすべはないんだ。途中前向いて目をつむってまた明日。Only you, only you, only you.Only you, only you, only you. 僕にはあなただけでした。 Only you.Only you.
千葉県野田市チキチキ情報局オンフェイスブックライブ、管理人の独り言、夜は友達、通称夜友。全国の皆様こんばんは。いつもご視聴ありがとうございます。いいね、コメント、シェア、どうもありがとうございます。喋る管理人でおなじみ千葉県野田市チキチキ情報局局長&喋る管理人、ファンキー利根川でございます。この番組は千葉県野田市及び近郊地域のホットな情報を全国に向けて発信するローカル地域情報番組です。今夜も千葉県流山市松ヶ丘にありますチキチキスタジオより全国に向けて生放送でお届けしてまいります。はい、改めましてこんばんは、ファンキー利根川でございます。久しぶりの定時スタートかな、確かね、そんな感じでございますけども、最近ちょっとね、遅いスタートが続いておりまして大変ご迷惑をおかけしておりますけども、今夜は定時スタートということでね、頑張っていきたいなというふうに思っております。3月15日金曜日の、夜10時2分53秒になったところです。なんか早いというかね、もうなんかこう小学生の頃って1年すごく長いなとかこうね思ってたんだけど、やっぱりねだんだん年を重ねるにつれてこの1年の長さが、なんだこう短く感じられるというね、なってるんですけども、まあこの話はまあアフテにはならないと思うんですけど、僕も前どっかで聞いたんですけど、赤ちゃんの時に、まあ、1歳の時に感じる1年の長さっていうのは、まあ、50歳になったとしたら、1歳の時に感じてる50分の1にしか感じないんだよっていうことをね、こう聞いたことがあるんですけど、まあね、本当かどうか分かんないけどね、30歳だったら1歳の時の1年の長さの感じた長さの30分の1とかね、なんかそんなことをちらっと聞いたことがあったりするんですけど、まあ当てになってるかなってないかよく分かんないですけどね。まあそんなわけでもう今年入ってもう2ヶ月半ですからね、もうあっという間に、平成ももう終わってしまう終わってしまうと言われながら、もうようやくあと1ヶ月半になりますからね、本当にもうぼちぼちしてらんないっていう、今年ももう10ヶ月切っちゃってるというね、なんだかっていう感じもありますけども、まあまあこれからね暖かくなってまた、活動すごくしやすいシーズン、いろいろなね、活動、あると思うんですけども、うん、まあチキチキもね、まあこう市民活動というか、まあ楽しくいろいろレクリエーションやったりとかね、いろんなことをしてまた、今年も楽しくやっていきたいなというふうに思っております。あと9ヶ月半頑張ろう、そんな感じで、まあ今年はね言語も変わりますしね、まあいろんな意味でちょっと激動な1年なんじゃないかなというふうに思っておりますけども、チキチキはもう淡々とね、もう喋れる限り喋っていこうかなみたいな、そんな感じでやってまいりますので、ぜひ、夜とももしかしたら新番組作るかもしれない、嘘これまだ言わない、はい、じゃあ行こう。じゃあ出席、まあ金曜日だからね、皆さんいつも言ってるんですけど、国民の 65.75% ぐらいの方は多分今日が週末、まあお仕事されてる方は土日もいらっしゃるんでね、そんな感じなんですけども、今夜も、眠い目こすってね、1週間最後の力を振り絞って夜ともで盛り上がっていただければというふうに思っております。はい、それでは出席いきましょう。京子局員こんばんは、お疲れ様です。キキツさんこんばんは、お疲れ様です。小木根りんりんさん上層からこんばんは、ありがとうございます。ミッチさんこんばんは、お疲れ様ですね。いろいろ皆さんオープニングからね入っていただいておりますけども、ありがたい限りでございます。まあ今夜金曜日ですのでね、まあぼちぼち、やっていきたいなというふうに思っております。はい、リアコメありがとう。京子局員こんばんは。おいねりんりんさんこんばんは。はい、ミッチさん、ファンキーさんこんばんは、ありがとう。はい、京子局員オンリーユーいいですね。あ、そう、あとでまた紹介しましょうね。はい、ミッツさん、帰ってきたばかりなのでバタバタしながら聞いているのでコメント少なめで聞いてますということで、
よろしくお願いします。菊池さんもリアコメありがとう、こんばんは。はい、みつさんこんばんは、ということで京子くんもね入れていただいております。本当にもうこんばんは続きでありがたい、そんな感じの今夜の生放送盛り上がってぼちぼちやっていこうかな、そんな感じでございます。この間いつだろう、1日2日前ぐらいかな、いつもあのベラベラ喋ってるんですけど、ちゃんとあの台本とか書いてるんですかっていうね、まあ、たまに言ってるんですけど台本は書いてないよって言ってるんですけど、ちょっと質問されたんですけどね、あの特にありません。まあ、あの基本的にはあの板を見たりしてるので、ね、まあ、それでこう進めてるので、あんまり台本は別にいらないかなというね、時間もコマーシャル入らないんでもうやり放題なんでね、いいんですけども、あのオープニングのところのコメントだけ一応紙に書いて、あと最後の、は一応あの定型文なんで、ここまでのお相手やっていうやつと、さっき読んだオープニングの、千葉県皆さん全国の皆様こんばんはっていうねやつはあります。時間のところまでは一応あの台本はあるんですけども、あとはオール台本なしで、まあ、板を頼りにね喋ってるというファンキー利根川でございます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、じゃあまあまあね、今夜もネタ、たっぷりありそうななさそうな、そんな感じでございますので、まあ、ぜひ小一時間お付き合いいただければなというふうに思っております。はい、それではいきましょう。千葉県の出しチキチキ情報局 Facebook グループ板、本日いただいた書き込みを振り返るコーナー、今日の板。ありがとうございます。それではいきましょう。じゃあまずは、昨夜の夜とも深夜ともになっちゃって本当に申し訳なかったんですけど、ただいまの時間までの再生回数の発表でございます。あ、ちょっとねスタート遅れちゃったんで、10時台のリスナーの方の、ちょっと数字が稼げなかったというね、そんな感じありますけども、それでいきましょう。107回、ありがとうございますね、頑張ります、そんな感じで、うん、でもさ、なんかこうなんていうのかな、まあ一応基本毎日最近喋ってるんで、1ヶ月を通したらさ相当な数だよねこれね、まあ100、150回としてもさ、1日150回、10日で、1500回でしょ、でそれの3倍だから4500回、だからまあ150以上いくときもあるんで、まあ大体4500、5000回ぐらいかな多分ね、でやっぱこれをね半年以上続けてるんで、最近ようやく市内でもあのチキチキという言葉がね少しずつこう蔓延してるというね、そんな感じの野田市に、なってまいりましたね、少しずつチキチキが野田の、公用語になってくるんじゃないか、よくわかんないけどさ、まあいいや。はい、じゃあまあそんな感じでまた今夜もベラベラね喋、っていこうかなと思いますんで、ぜひぜひ最後まで聞いてください。じゃあ行こう。はい、じゃあリアコメいただいてます。はい、京子局員、おいでりりさんへこんばんはということでいただいております。はい、京子局員、くず餅今食べました、美味しかったですという、うん、相変わらず野田はくず餅入ってますね。はい、みっちさん、京子さんお仕事お疲れ様でしたというね、いただいております。はい、じゃあ行こう。じゃあ今日の板、はい、投稿した人はね、読まれるのドキドキしながら待ってくださいね。いきますよ。じゃあ行こう。一発目、24分前、ごめんなさい、スライドショーの打ち込めなかったんで、明日また入れときます。キキツさんありがとうございます。3月21日木曜日、15時半から17時半まで、町のパブリックスペースの活用と市民活動セミナーパレット柏ミーティングルーム AB ありますということでいただいております。
町のパブリックスペースの、なんだ利活用で、市民活動団体が果たす役割と可能性について学びます、ストリートパーティーやパブリックライフ柏のなんだ裏話というのかなを聞きましょうというね、これは今イベントかな、柏市の主催が柏市の市民活動サポートセンターというところがね、されてるんですけど、柏のパレット柏さんっていう、2番街とか行ったところがね、ある施設で21日の木曜日から木曜日、開催となっておりますね。え、まあいろんな町でねやっぱりいろいろこう市民活動こうやられてるところなんですけど、まあねチキチキも、まあ、なんとなく市民活動みたいな、なんか特にあの町 の, あの活動団体とかにはまあ登録してないんですけど、なんか登録しちゃうとやっぱりこっちなんかちょっと違うのかなと思って、結構こうアウトローな感じのね、あのどこにもなんか属さないぞみたいな、こういうねフリーとなんていうのそういう、ニュートラルな感じでこう町と、まあ他と、まあ、町 B とかさ、あの他の団体さんなんかとこう、お付き合いしてくるのがいいのかなみたいなね、そんな感じで、やってますけどね。まあいろいろありがたいことにアウトローなことをしてますけども、本当に最近いろいろなところからお声掛けいただきまして、まあまあなんかねちょっとこうまた活動の幅が広がってくんじゃないかなみたいな、そんな感じはあるんですけどもね、もしあのね21日お時間のある方はぜひ、ちょっと柏のイベントならこれ大丈夫なの、ちょっと、市民活動、あやっぱり限定あるね、市民活動に興味ある、市内在住、在勤、在学の方先着30名までもう埋まっちゃったじゃないかなこれね。2日の土曜日から受付募集受付開始になってるんでね、まあ、ちょっと柏界隈の方限定なんですけど、ちょっと僕流山なんでね、まあ、どの道参加はできなかったんですけど、まあ、柏界隈の方ぜひ、よかったら、もしね空きがあるようだったらお問い合わせ、こっちに書いてあるのかな、これ多分、なんだ柏市のページとかに行けばねあの上がってると思うんで、よかったらこれチェックしていただいてね、かなり、柏頑張ってやられてますんで、よかったら遊びに、参加してみてください、よろしくお願いします。はい、どうもいつも菊さんありがとう、またよろしく。こういうね細かい情報はすごくねいいよね、勉強になるし、情報をこう見てるだけでもあこういう取り組みやってんだな各地でっていうかさ、ね、やっぱり野田も、いろんな情報を取り入れて、まあなんかねどうしてもねあのなんていうのかなこう閉鎖的な感じがねずっと感じてたのでね、でまあちょっと前もあの議員の方とも野田の議員の方ともお話をしたんですけど、昔からやっぱそういう風土はあるんだよっていうね、川に囲まれちゃってるし、まあ、鎖国まで行かなくてもやっぱりこう他柄の文化をなかなか受け付けないとかさ、なんかそういうこう、ね、風土があったりとか、まあでも今はねあのいろいろ新しくこう住宅地なんかもできて、周囲からこう、ね、どんどん人が入ってきてて、まあ、本当にあの地の、ね、土着というかさ、の方ばかりじゃなくなってきてるんで、ね、だいぶいいのかなと思うんですけど、でもまだなんとなくねあの僕こう旗からというか外からこういつも見てるんですけどもね、まだまだなんかこう地つながりというかこう柏流山松戸とかさ、特に大きな川が流れてなくてこう地でつながってるんじゃないですか、まあ、あの境界線がなくて、なんかそこと比べるとやっぱりなんかねちょっとこううーんかなっていうね、こともあるので、まあいろいろねあのチキチキはあの周囲の近郊の近隣の情報をどんどんね、もう合わせて流しつつね、こういうことも周りはやってるよっていうふうにこうやりながら、野田のね向かうべきところ向かうべき姿をちょっとこう考えてね、未来に向けていければいいのかなとそんなふうに思っておりますね。本当にこういう周囲の近郊のね情報はありがたい、そんな感じでございます。またよろしくお願いします。はい、じゃあ行こう。続いて、あタイミングいいね、はい、京子局員ありがとう。今日3月15日は、
これ野田市の、東宝珠花というところにある、逆彩こんにゃく店さん社長さんの、逆彩明さんの息子さんの、バンド、アリンフィギュアの、ミニアルバムレコ初ライブ、新宿、にて、初のお披露目、記念日らしいらしいというか僕コマーシャルしてるんですけども、で今流れてる曲がそれアリーフィギュアさんのね、これオンリーユーって曲なんですけど、これあの今回あの発売になったアルバムの、頭に入ってるね曲なんですけども、アルバムだからさ 4、5 曲から入ってたんだけど、これねこういうのはね全部書けちゃったらダメなんだよ、あなくなっちゃったな、ごめん、ちょっとねフライヤーがちょっとなくなっちゃってんな、ごめんなさい。はい、というわけで、今日クイクイ私も新宿に行きたかったのですが仕事の、都合で行けなかったので、せめて CD だけでも買いに行きたいというお伺いしました。バンド名の由来とか書いたんだ。はい、じゃあちょっとバンド名の由来なんかちょっと書いてくるさ。はい、ね、バンド名がさ真珠っていうのが、ね、書いたんですけど、タイトル真珠の意味は、辛いねに1を足すと幸せ、という、文字に、なるから、この CD を1つ、足して幸せになってほしいという願いから、辛いプラス、っていう形だけで読みづらいから、真珠、これジャケットなんですけど今スライドショーで回ってると思うんですけど、まあ後でまたあの、ね、明日以降でもピックアップしておきますけど、赤いのが白鳥の湖のメスの巣湾、青いのが白鳥の湖のオスの巣湾を表現していて、秘伝の物語というね、深いね、なんかすごいね、さすがにこうアーティストな感じだよね、なんかやっぱり今若い子一生懸命そういうのをねこう考えるからねすごいなって思いますけどね。よかったら、板の方の写真のところにね解説が出てますんでね、はい、でバンド名のアリーフィギュアって俺も最初何かなと思ったんですけど、なんかのフィギュアなのかなと思ったらガリガリの男っていう意味らしいっていう、ねところでなっております。初ミニアルバム真珠ね、今日オンセールとなっておりますので、ぜひ、野田界隈ですと、逆彩こんにゃく店さんね、関宿逆彩こんにゃく店店頭にてアルバム、発売中でございますので、あのチキチキを聞いてきたというと得点がつくらしいというね、さすがにくず餅はつかないけどね、くず餅買ってもアルバムはついてこないんですけど、どっちかでも買えば、得点は多分ついてくると思いますので、よかったらあのチキチキを聞いてきたと、ね、言っていただければ、何かいいことあるんじゃないかな、そんな風に思っております。まあさ、まあ、僕も、結構こういう業界長いんですけど、やっぱりね若いとねこう作るんだよ、アルバム1000枚とかさ、安いからね今1000枚作ったって5万ぐらいでできちゃうんだよ、まあ、結構お金ね、結構かかってるらしいんですけど、でもこれね作った後だよね、これ大変なの、まあ、1人300枚計算じゃないで、ほんとねやっぱりこう頑張っていかないと、僕はね別に言うんだよ、若いバンドとかにもさ、じゃあまあ CD 作るんだったらいいんだけど、まあ、作るんだったら半分ぐらいはけるお客さんがいてだったら作った方がいいよとかね言うんですよ。なんかなかなかそこまでほらなんていうのかな、こう売る見込みがないとねなかなかこれ難しいんだよね。食べ物とかと違ってこう聞かるか聞かないで別にさいい済んじゃうもんだから、なかなかねやっぱりこの CD の
セールスっていうのはね、まあメジャーな方もそうだし、メジャーの子でもやっぱりさ、売れない子はやっぱ売れないからね、なかなか、まあ、そういう意味でね、大変だと思うんですけど、よかったらあの野田のね、皆さん聞いていただいてよかいいなと思ったら、逆さいこんにゃく店さんにね、帰っていただければというふうに思っております。発売記念で特典付き、チキチキ特典付き、よろしくお願いいたします。はい、もうねお父さんの明さんも、ね、満遍の笑みで、もたれてますんでね、ぜひ、僕もね聞いて数日前に聞いたんですけどね、でやっぱりこう毎回ずっとこう聞いてるとね、ああいい曲だなっていうのはね、ありますんでね、はい、有賀くんとか、京子局員いろいろ、コメント打っていただいておりますのでね、よかったら皆様もね、ぜひ野田の初の若手のバンドさんでございますので、ぜひ一つ応援よろしく、アリンフィギュアさんでどうぞよろしくお願いします。今流れてたのはオンリーユーっていうね、オープニングの曲になってます。はい、じゃあ行きましょう。続いてじゃあリアコメ、あリアコメ多いね、さすがに皆さん週末振り絞ってますね。はい、京子局員ありがとう。くず餅だね、美味しかったのですが、きな粉が気管に入ってしまい咳込んで死ぬかと思いましたという。ああだんだんね、あの年齢増すとね、こう喉のあたりこう狭まってくるんでね、気をつけてください。はい、みつさん、わかる、くず餅美味しいけど気管に入って苦しくなるよねっていう。はい、大山やゆちゃんこんばんは、お疲れ様。はい、菊池さん、平日セミナー住所地、気にしなくても、大丈夫そうな気配あり、空きがある方、気まずい気がします。空きがある方が気まずい気がします。あ、そうなんだ。なんか柏あたりだといっぱいになっちゃいそうな感じなんだけど、どうなんだろうね。はい、でよかったら先ほどのね、あの柏の、なんだ、町のパブリックスペースの、市民活動というやつで、ぜひよかったら、問い合わせてみてください。はい、今朝ありがとう。はい、急がずゆっくり食べないとねというね、くず餅なし。有賀くんどうもこんばんは、お疲れ様です。こんばんは、空手やっていたらお腹空いたので、金津先生御用達の精霊、セブンで、ラーメン食べてます。セブンでラーメン食ってんの、すごいことになってますけどね。有賀くんありがとうございます。あそこの出てきたところのセブンね。はい、阿部秀樹さんどうもこんばんは、お疲れ様です。教育局員107回どうもありがとう。はい、この音楽坂西さんの CD ですかということで、どれだろう、さっきあの坂西さんのところの下りでかけてた曲が、そうです。そう、はい、こんばんはということで、阿部さんありがとう。はい、有賀くん、ギターの音作りちゃんと勉強してますねと、いただいております。はい、京子局員、最初のオンリーはんそうですよという。はい、近藤さんありがとうございます。こんばんは、お疲れ様です。うん、菊池さん音楽ダウンロード時代、気がするんですがという。まあそうなんだよね。あでも、まなかなかね、まあまあ、僕もね最近、まあ、ある程度ね、あの履ける見込みがね立ってれば、半分ぐらいはロット作って、だいたい1000ロットぐらいで今作るんで、まあ、半分ぐらいだから500ぐらいは予約とかで売れるんだったら作ればってよくね言うんだけど、まあ、あとはダウンロードの方がいいよって。在庫抱えてさ、結構僕はドラマーだったし、ソングライターじゃないんで、まあ、バンドの参加したし、ね、バンドの主義は結構あったんですけど、なんか、あったんですけど、意外とね山積みに、ね、なってるというのがね結構現実なんでね。それがね、1タイトルだけじゃないじゃん、やっぱりさ1年に1回ぐらいどんどん作るようになるから、そうするとね箱がねすごいんでね、在庫の山になってしまうというね、ぜひ、そういう風にならないように、ぜひ野田の皆さんはね、野田のバンドでございますので、よかったら買ってあげてください、よろしく。
はい、近藤さんありがとう。こんばんは、近藤です。今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。大山由ちゃんこんばんは、お疲れ様です。よろしくお願いします。はい、一郎こんばんは、お疲れ様です。なんか意外とね、こういう音楽話になるとさ、なんか仕事がないからね、こう本音が出ちゃうとね、こう結構厳しくなっちゃうんでね、あんまり言わないようにいつもしてるんですけど、まあ、アイドルのことに言ったら泣いちゃってさ、なんかね、そんなこともあったから、あんまり現実は言わないようにはしてるんですけど、まあいいや。はい、ぜひね、野田の皆さんよろしくお願いします。もう何でもそうだけどさ、地元のファンの応援がすごい大事だからさ、これね、もうサッカーも野球もさ、スポーツもみんなそう、こう地元のファンの力、まあ谷町というかさ、なんかそういうね、こう地元の応援してくれる方々がいての、まあ、バンドだったりとかさ、なるんで、ぜひ一つよろしくお願いします。はい、じゃあ続いて、そんな逆さえこんにゃく店の、社長さん、頑張って仕事してますよということでね、先ほど京子くん立ち寄られたようで、仕事場のね写真なんかも、アップされておりますので、この後ね、見ていただければなというふうに思っております。こんな感じでお店にね並んでますんで、くず餅買うと特典ついてくるよということでね、ありますんで、ぜひ足を運んでみてください。よろしくお願いします。逆さえこんにゃく店さん、お願いします。はい、はい、ありがくん、ありがとう。音楽も何でもそうですが、買い方の、楽しみの一つないですかねという、ね、そう、坂田さんの工場に買いに行くから、楽しいかなと思ってます。まあね、そういう楽しみもあるけど、なんかそういうのをこう、ね、提案していけるとね、面白いかなと思うんですけども、でもこうバンド裏から、なんていうのかな、こう見ると無茶して、バン作るよりはって結構ね、僕はもう最近進めちゃうんだよね。ダウン、とりあえずダウンロードしとけよってさ、どうせ部屋も狭いんだろうからね、山積みになっちゃうのも、ってね、まあ、坂崎さんみたいにこう、ね、売る場所があって、置ける場所が、ね、いっぱいあればね、いいのかなと思うんですけども。はい、じゃあちょっと一息入れて、これまたいつものおなじみなんですけどね、一生懸命、いただいております。あ、ごめん、ちょっと待ってね、今変なのおっしゃったよ、これじゃねえよ。はいはい、それでいきましょう。これはい、チキチキ、特別割引開催店のご案内でございます。まずは、野田市、西三河、親指堂主圧治療院さんね、こちら、よろしくお願いいたします。通常、60分6000円を、チキチキメンバー割にて75分4000円での施術となっております。はい、チキチキ、予約の時にチキチキと言っていただけるとね、適用になりますのでよろしくお願いします。はい、そして、愛宕駅前、アンさんラーメン屋さんって野田系ラーメン、これ島根マスター捕まえて、チキチキ聞いたよと言っていただけるとワンドリンクサービスとなります。アンさん初代理店の方のみ限定、限定の企画です。よろしくお願いいたします。はい、そして、みのるやさん、からの情報でございます。もうこれはね、野田界隈衝撃を与えました。焼き芋1本お買い上げで1本サービスというね、1対1の、大サービスということでね、ぜひよろしくお願いいたします。合言葉はチキチキを見た聞いた、ね、もしくはファンキー利根川に、そそのかされた、まあ、そんな感じで言っていただけると、買っていただけるんじゃないか、一本いただけると思いますのでね、どうぞよろしくお願いします。はい、そんな感じで、チキチキ特典、参加、店舗募集中でございます。どうぞよろしくお願いします。うん、いいね。はい、じゃあ、リアコメはい、こんばんは、孫のマリアです、よろしくですということで、そうなんですか、近藤さんのお孫さんマリアさん、よろしくですということで、よろしくお願いいたします。ファンキー利根川でございますね、
あと皆さんコメント打っていただいてるのは野田の、チキチキメンバー通称チキダーさんでございますので一つよろしく。マリアさんも今日からチキダーですのでね一つよろしくお願いいたします。はい、有賀くん、なるほど、唯一感あり楽しいというね、さっきの CD の話ね、くだり、はい、ありがとう。じゃあ続いて PR、 はい、これね、朝ミッツさんがちょっといただいたんですけど、上海の春ということで国際音楽祭ということで、これなんと、ちょっと待ってね、これ直すかな、はい、野田市立南部中学校、の、これ何、吹奏楽なんの、吹奏楽チームがスプリングコンサート2019ということで3月30日の土曜日の野田市文化会館で開催となっております。入場無料になっておりまして、これはなんだ、国際音楽祭に参加をされるということで上海に行かれるんですね、これね、という、情報をいただいております。で、ちょっと渡航費が多分このだけの、ね、大人数なので、まあ、学校とかだけだとこう賄えないという、ね、部分がありますので、今チキチキと同じで、寄付金、募集、となっておりますので、ね、よかったらこのフライヤー板とか貼ってありますのでちょっと下の方に、いろいろ口座とかも、ね、出ておりますので、よろしければ、一口1000円かな確かなっておりますのでね、もし、興味ある方とかね、ちょっと応援したいなという方は、ぜひ、寄付の方よろしくお願いいたします。詳しくは板の方ね見ていただければというふうに思っております。野田市文化会館の、30日の土曜日、こちらの方スプリングコンサート、開催となっておりますのでね、ぜひ、まあ、聞いてるからでも大丈夫だと思うんですけども、あ、頑張ってるなと思ったら、一口1000円でございますが、ぜひご協力お願いいたしますね。本当に、ね、野田の、若者の頑張ってる、すごくこうホットでいい、情報でございますのでね、まあ、こんな時期でございますから、なおさらこう頑張ってほしいなという部分が、ね、ありますので、はい、ぜひ、もしコンサート行かれる方、聞いていただいて、気持ちね、ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、続いてこれ、はい、イオンノア店野田のうまいも祭り、3月24日開催なんですが、なんと当日、よそ様のイベントに乗っかるチキチキ情報局で同じでございますけどね、チキラーさんの、同士の顔合わせ会ということで、まあ、別に何時にみんなで集まって一斉に何かしようということはないんですけど、当日かなりの、人数、混じっておりますのでね、うまいもん祭り、出店者さん、あと、ライブやったり、よさこい演舞されたりする演者さんとかはね、皆さんこうたくさん、混じっておりますのでね、ぜひ、いろいろなチキラーさん発見して見ていただけるとよろしいかなと思います。僕はフードコートの入り口のところにちっちゃな、ステージがあって、そこで、アイドルライブをねずっとやってますんで、まあ、マイク持ったりとかして喋ったりとかもしてますんでね、まあ、来て声かけていただければ、かなと、まあ、あとマイクで、ちょっと呼び出してもいいんですけどね、今日ご来場、まあ、出店のチキラーの方よかったら、ちょっと集まってください的なことね呼び出そうかなとかいろいろ今考えてますんで一つよろしくお願いします。はい、はい、これは、スタンプラリーやってますね。これ工場キッコーマンさんと、どうだっけ、グリコピアさん、ごめんちょっとねちっちゃくて分かんないんだよな、これなんだっけ、言ってて忘れちゃったよ。はい、まあ、いいや、これ見て、フライヤー、貼ってあるんで、あとメグミルクさんかね、なってますんで、これよかったらちょっと見てね、回っていただいて、なんかいいことあるなというね、情報でございますので一つよろしくお願いします。はい、街で見、4月21日スタートでございます。よろしくお願いします。はい、36回ミュージアムコンサートが、これ明日かなね、土曜日開催です。野田市郷土、博物館で開催となります。よろしく
願いします。そしてこちらは、30日の土曜日、清水公園駅近くの、ソライエ広場、ミートアップマルシェというね大きなマルシェイベントこちらございますんで、よろしければ足を運んでください。みのりやさんも参加されます。いろいろなんかさっきちょっと情報見てたら、チクさんのところのなんだ関宿ミルクジェラートとかもなんか出てくるみたいなのでその辺で、みのりやさんの焼き芋とコラボがあったりとかなんかいろいろね、噂聞いてますので、もしまだそういう、細かい情報を知ってる方は後でチキチキの板の方にねどんどん打っていただければというふうに思ってます。ちょっとね僕行きたいんだけどな、行ければまた告知します。チキチキチキラーみんな会おうみたいなことまたやろうかなと。はい、そしてこれがスーヤンのイベントあさってなんですが、ちょっとね参加の方が今、若干まだ空きがあるということなので、チキラーの皆さんよかったらぜひお時間のある方遊びに、来てください。スーヤンの方にね、カナさんの連絡ちょっと入れていただけると、一応公民館使ってやるので、参加登録制ということになってますんでね、よかったら、連絡してみてください。僕と、あと江戸川局局員もあと有賀君もなんか来られるようなことをね、言ってましたんで、まあ、スーヤンもそうなんですけど、まあ、チキラー、結構また集まりますんでね、ぜひ、応援にね、なんかそういうのもいいよね、こうみんなで応援するっていうのもいいのかなというふうに思っております。はい、糸池ちゃんのところのね、日産チェリーの販売さんからもこんな情報いただいております。はい、じゃあ一旦戻りましょう。はいはい、ありがとうございます。はい、有賀くん、近藤さんにアベマリアありがとうございます。この間弾いてたよね確かね、有賀くん違ったっけ、ね、はい、小林仁子さんこんばんは、お疲れ様です。近藤さん、はい、道秋 G に、お芋買ってもらうのだという、あーはいはいね、マリアちゃんありがとうございますね。ぜひお芋買ってもらってくださいね。みのりやさん、ね、チキチキっていうと1本買うと1本もらえますんで、G と2人で食べられますんでね、ぜひよかったら行ってみてください。はい、いろいろ、情報ね、今日も盛りだくさんでお届けしております。はいはい、じゃあ僕の情報、つまらない情報、つまらないかないんですけど、今日はちょっと昼間柏市内にちょろっと今日はね、出没したということで、フラフラっと、ちょっとねお散歩をさせていただきましたということで、あんまりなんか花粉でくしゃみばっかしてたんであんま写真撮れなかったんで、エンペラーというね韓国料理屋さんがあったので、なんかこのなんか看板がすごく気になったので、そのやつ1枚とあと街角写真を1枚ねさせていただきました。そのうちやろうかなと思って、じゅん散歩じゃなくてトネ散歩とかさ、まあいいや、はい、VTR 撮って、放送するとかさ、別な時間にみたいな。はいありがとう、エンペラーね、はいありがとうございます。じゃあ続いていきましょう。はい、どうぞリアルタイムコメントねどんどん打ってください、盛り上げてね。はいはい、野田市の、広報さんからの情報をいただいております。はい、これ今週、ね、だいぶ話題になりました、野田市駅の、ところにありましたヒマラヤ杉の、続報ということでね、一応野田市の公式の、ところからね、アップ、されております。はい、変わりゆく野田市駅前ということで、はい、連続立体交差事業と、土地、区画整理事業の工事が進む野田市駅前で3月13日ヒマラヤ杉の伐採が行われましたというね、なってます。はい、明治44年に開業した、千葉県、京浜鉄道の野田町駅が、野田町駅が昭和4年に現在の位置に、移った時に、植樹された歴史ある大木ですが、新設計、新設計、なんだ、
新設、あ、ごめん、新設計画道、あ、ごめんなさい、新設計画道路内にあり、樹木医に、相談して、結果移植は難しいため遺伝子を残すことになりましたと、まあ、これこの間話したね下りだと思うんですけども、書かれておりますね。まあ、ちょっとこう罵声されちゃったんですけどね。白黒の写真は昭和41年10月に撮影されたものですが、当駅は駅舎の両側に2本あったんですね。そう、これ後で板の方を見ていただけるとね分かると思うんですけどね、こう2つあったというね。次世代のヒマラヤ杉も、仙台同様新たな野田市の歴史を見守るシンボルツリーになってくれることを期待しつつ新駅に、完成が待ち遠しいですという、ね、書き込みいただいております。まあね、ね、本当はこうね歴史あるものだからね残していくのもまあかなってこうは思ってはもうねいる方も、多数ねいらっしゃったと思うんですけども、まあ、まあいろいろねこう計画とかさ、あるのでなかなかね難しかったのかなとは、思うんですけども、まあね切られてしまっても、まあ、こう皆様の、ね、こう心の中には、ね、ずっと多分あると思いますんで、なんかそういう部分で、ね、今後もまたその遺伝子を持った、ヒマラヤ杉が、ね、野田市内のどっかでこう、植えられるという、ね、ことがあるといいなというふうに思って、締めさせていただきます。ちょっと本当寂しいよね、これこの間まであったのになと思うとね、なんかすごく寂しい感じはありますけども、はい、まあみんなね、どんどん前向きにねやってまいりましょう。はい、ありがとう。じゃあ続いて大山弥生ちゃん、こんばんは、ありがとうございます。はい、中国家庭料理最高峰にいますという高級感のある佇まいと、四川料理というキーワードで今まであまり足を運んでなかった最高峰さんにお邪魔してきました。実は辛いものが苦手なのですというね、特に辛いメニューばかり、を扱っているわけではないのですねと。まあそうだよね。季節限定の担々麺と、悩んで、なんだ、なんでこれ何セットって読むのこれ、ごめん、なんかダメだ今日調子悪い。はい、何セットこれ、回すに鍋に肉でなんて読むんだっけ、ごめん俺あんまり食わないからさよくわかんねえんだ。はい、ひらがなお願いしますね。回すに鍋の肉よろしくお願いしますということで、のセットにしました。サラダ、漬物、小鉢、デザートがついて、1,404円となっております。はい、ご飯が多かったけど、デザートまでしっかり、完食しましたと、やっております。はい、店員さんの笑顔と接客で気持ちよく利用できるお店ですねということで、情報をいただいておりますので、ぜひ皆さんね、こちらの方も、チェックしてください。ホイコーロー、そうだごめん、ポンって出てくるとさ分かんなくて、あ、これ写真を見ればいいんだね、写真を見ればホイコーローだもんね。はい、実にうまそうな感じね。僕も入ったことないんだけどさ、一回ねお弁当をちょっといただいたことがあって、すごくね美味しかった記憶があるんでね、ぜひ皆さんもね、お時間になるときね、余裕のある方ぜひ足を運ばれてみてはいかがでしょうか。よろしくお願いいたします。はい、やおちゃんどうもありがとう。最近食べてないな、そういえばホイコーローとかさ、エビチリが好きなんだよね、なんかあんまり辛くないやつ。はい、じゃあ行こう。続いて、はい、近隣情報、野田市からは、よさこい、青い、ごめんなさい、つぼみさん、出演ということで、東武動物公園開園記念イベントの情報、3月28日11時からとなっております。ちょっとこれは
某有賀くんから情報をいただきましてね、アップさせていただいたんですけども、はい、東武動物公園、開園記念イベント、花レンジャーと FP レンジャーと愉快な仲間たちというなんかね、まあ、ステージイベント、ステージは埼玉のご当地ヒーロー、アイドル、ゆるキャラ、パフォーマーが大集合ということで、いろいろなね、あのイベントが当日ございます。その中で、野田で活躍されてます、よさこいチームの、つぼみさんが、参加されるということでね、有賀くんもちょっと情報をいただいておりましたので、でなんと、普段なんていうの、入園料か、まあ、2000円前後ぐらいなんですけど、なんとこの日は入園料1円からの募金ドネーションで、どっかのイベントみたいなんですけども、ドネーションということで、募金制となっておりますので、ね、よかったらお時間になる方ぜひ、行って足を運んでみてくださいということで、詳しくはこの、なんだイベントの方をシェアしてありますので、板の方にね、こちらから入っていただけるとよくわかるかなというふうに思っております。一応当日僕もね、今スケジュール調整して、行こうかなと、有賀くんも、ちょっと行くっていうね、なんか話をされてましたんでね、よかったらあのチキアの皆さんね、まあ、平日だからさ、まあ、学生さんとかもう休み入ってるからいいんですけど、大人の方だとねなかなか難しいのかなと思いますけども、よかったらぜひ、まあ、近いからね、野田からね、全然本当ぜひ、行ってみてください。よろしくお願いいたします。車があればさ、もう先ほど海外からだったら本当にね何分もかかんないで行けるよね。電車、あ、まあ、バスが行けるのか、バスも行けるんだよね。朝日バスかな、なんか関宿界隈こう通ってるバス乗っていくと、東武動物館の駅前までこう行くバスがねありますのでね、すごく便利かなというふうに思っております。はい、ぜひよろしくお願いいたします。はいはい、やうちゃんどうもありがとうございます。最高峰さん後に行ったお店、放送始まってから投稿しましたということで、後でチェックしておきます。はい、伊藤郁恵さんこんばんは、お疲れ様です。リアコメもこんばんは、いただいてますね、ぼちぼちやってます。はい、じゃあ続いて、まあいろいろねあるよね。はい、これ後で読んでってください。もうなんかちょっとねテンション下がり気味、下がり気味ったら申し訳ないけど、ちょっと上がらない投稿というかね、豆メールから天才で、オレオレ詐欺発生という情報をね、豆メールで、来てましたので、アップしてありますのでね、ぜひちょっとこちらの方は割愛させていただきますので、板の方を読んで、見ていてください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、あ、これださっきのあのミッチさんからの、投稿をシェアさせていただいた、南部中学校のスプリングコンサートのやつで、ね、これ板の方に大きく、フライヤーアップしてますんで、ぜひこちら見ていただいてね、下の方に、募金のお願いが出ておりますので、振込用紙の書き方とか書いてありますので、もしよかったら一口1000円からとなっておりますので、ぜひご協力の方よろしくお願いいたします。3月30日土曜日、野田市文化会館でスプリングコンサートございます。お願いします。ちょっとねミツさんのと今ダブっちゃってんだけどさ、まあごめんなさいね、スプリングコンサートいっぱいねちょっと出ちゃってんだけど申し訳ない。よろしくお願いします。はい、じゃあ続いて、これ僕からの投稿なんですけど、これはあさって、先ほどちょっとお話ししたんですけど、チキラのスーヤンカナツ先生の、主催のイベントでございます。今年の、なんだ野田市の、魅力発信事業の一環で行われますレッツ野田のもりもりということで、食に絡んだイベント、関連したイベントとなっております。参加者募集ということで、ちょっと昨日ね聞いたら、若干まだ枠が、参加者の、ね、枠、
あるということなので、よかったらあのチキラーの皆様、僕も、行きます。まあ、スイヤンもちろんいるんですけど、あと江戸川教育学院はちょっとお手伝いで、参加ということでね、有賀くんとかもこう来てくれるみたいなんで、よかもし他まだ受付されてないあのチキラーさんいらっしゃったら、ぜひね、スイヤンの方に連絡入れていただければなというふうに思っております。ぜひ集まってね、まあ集まってっていうこともないけど、まあスイアンのイベントなんで、応援に行こうというね、企画となっておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、じゃあどんどん行くよ。おぎねりんりさんからありがとうございますということで、昨日のりんりさんのレギュラー番組、レディオつくばの、ファットつくばという、お昼の11時から1時までの2時間のワイド番組で、担当されているということで、ちょっと僕も聞いたんですけど、ちょっと途中、電話入っちゃってね、いろいろなんかしながらだったので、ね、あまり集中して聞けなくて申し訳なかったんですけども、また来週も、ぜひね聞かさせていただきますので、またあのリンジさんで、ね、こんな感じで、ご自身であの番宣されても結構出ます。またなかったら僕の方で、番宣も入れておきますのでね、なんとなくあの僕もずっとインターネット放送なんですけどやってるのでね、なんとなくこう空気感が分かりますので、結構こう番宣はねやっぱり大事だからね、特に、こうインターネット放送とかもそうですしね、こう番組とかも、本当にねあのたけしさんとかさ、さんまさんとかがこう喋るんだったらさ、もう何やんなくても全然しゃいいんだけど、やっぱりねこう僕なんか特にこうちゃんとね番宣入れとかないと、なかなかねこう聞いてもらえないことがあったりとかするのでね。はい、というわけで、結構大きな感じでね、リンリンさん写真、アップ、してありますんで、よかったら皆さんね、これが、おぎねさんだぞという、ところでちょっとチェックいただけると嬉しいかなというふうに思っております。なお夜友は来週の火曜日におぎねさん出ていただきます。リンリンさんで、ぜひお楽しみに。火曜日はもうゼガヒでも10時からスタートとしますので、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。はい、まあそんな感じかな。今日はねギターぼちぼちとやっておりますけども、はい、引き続きリアルタイムコメントお待ちしております。はい、菊池さんありがとう。宮代町、新井町長東武動物公園、日本工業大学、新しい村、連携して、頑張ってますねという。ああそうなんだ。なんかいいですよね、なんかそういう大学さんとかとこう連携してなんかこうできるのは、なんか今もさっきもリンリーさんの話したんですけど、あの上層市さんも、筑波大学さんとこう連携してね、街の中のこう車の、自動運転化っていうのを、なんかそういうモデルケースってちょっと言い方よく適切かどうか分かんないんですけどね、車をこう自動で走らせるこう街の、モデルケース的な感じで今研究されてるみたいな、ね、そんな情報もあったりとかするんで、なんかすごくいいなっていう感じはありますけど、まあ、野田もねなんかそういう部分で、なんかこう、ね、連携して、やっていけたりねあるとすごくいいのかなというふうに思っております。はい、さすがですね菊池さん、いろいろ知ってますね。もう野田市界隈、もう、まあ、界隈は界隈なんですが、埼玉の情報までもね、細かくチェックしている、菊池さんですけど、本当だよ、やっぱり周囲のさ情報をやっぱり分かんないとさ、本当に、ダメなんでね、もう僕はなるべくいろんなところの情報をねどんどん野田にもこう拡散していこうかな。また野田もねの情報もこう全国に向けてこういう放送でねどんどん拡散していくというね、感じありますけども、はい、皆さんもぜひねよろしくお願いいたします。はい、あ関食品さん、関さんこんばんは、お疲れ様です。夜とも喋っております。関さんどうぞねお店の PR 投稿どんどん入れてください。よろしくお願いします。はい、そんなわけで火曜日の夜お届け、金曜日の夜お届けしております。火曜日は来週リンリンさん登場ということで、ね、そっちが頭にあったんで、はい、じゃあ行きましょう。じゃあ皆さんここからはあのリアルタイムコメントタイムでございますのでね、どんどん打ってください。はい、じゃあ僕は PR どんどんやってみます。はい、これ先ほど言いましたね、チキラーさん、同士の顔合わせやろうということで、
3月24日のイオンノア店うまいもん祭り、会場、チラーだらけになりますので、ぜひ皆さんどんどん顔を合わせていただいてね、あのリアルで、お会いしてない方も僕結構いますんで、ね、ほとんど知らない方もいらっしゃると思います。ぜひ、お時間になるときは来ていただいて、24日ね、まあ、分かんなかったら僕多分すぐ分かると思うんで、まず僕のところに来ていただければ、まあ、あの辺に行けばいるよということをねお知らせさせていただきますんで、どうぞよろしくお願いします。はい、これやったね、スタンプラインやったね、ごめん。はい、あ、ここもやった、あ、ごめん、こうやったんだ、あ、ここまで行った、ごめん、なんかぼーっとしてんな。はい、あ、これがさっきのイベントね。はい、これがうまいもん祭りの後ろフライヤー、そろそろ多分フライヤーできるんじゃないかな。まあね、本当は1ヶ月ぐらい前にね、どんどんこういうの配った方がいいんだよね。なんかそういうね風にこうシフトねしていけるといいんじゃないですかね。なんかこうまあ当日配るんだろうけど、なんか前もってね、あの PR で配れるとこういいのかなと思いますけども。はい、はい、で、当日うまいもん祭りの日に、野田ミュージックパニックということで、アイドルイベント、スカイミュージックレディオでやらさせていただきますので、よかったらね、女の子いっぱい来てキャーキャー歌いますというそんな感じでございますので、どうぞよろしく。ステージイベントの方もね、ミッチさんのよさこいもね、参加されますんでよろしくお願いいたします。はい、前日は運がいい朝一ということで、これ運河の、毎月1回恒例の、朝一イベント、ビリケンと運河を楽しもうという、ね、企画、ライブもあるし、いろんなね、出し物もございますので、ね、これ野田からね、あの出展される方もねいらっしゃいますんで、よかったらぜひ、こちらね参加していただければというふうに思っております。あの多分チキチキで最近おなじみの、運河にあります、トルコ料理のアラジンさんも確か初出店とかってちらっとどっかで、情報を見たような気がしますのでね、よろしければ、行ってみてください。はい、はい、関さんどうもありがとう、今お疲れ様ですね。はい、関食品タイムセール、あ、そう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 、関さんやるんだよね、これちょっとごめん、フライヤーがね小さくて、あの放送だとこれ裏見えないんだよね、これ後であの目立つように、チキチキの板の方にね、あのバンってまたどっか出しておきますんで、これよかったら、見てください、よろしくお願いします。関氏そうも、あ、これ表面あ、あるある、はい、24日のうまいもん祭りのタイムセール12時から、関食品さんの、木綿、絹、豆腐、ちょっとごめんちっちゃくて見えない、はい、よりどり選んで2つで100円ということで限定100セット、安いね、2つか、ガンモドキ、厚揚げ、2つで100円タイムセール、これ12時からとなっておりますのでね、これよかったらぜひ、関さんのね、お豆腐関連ぜひお買い求めいただければというふうに思っております。はい、はい、関さんどうもありがとうございます、当日よろしくお願いします。また何か言っていただければね、あのタイミング見てあの連呼できますんで関さんまたよろしく。はい、ヤウちゃん、うまいもん祭りのフライヤー今日届きました、折り込みは21日の予定だそうですということで、あ、わかりました、よかったら、でもなかなか、あとどこに置いてあるのこれ、イオンとかに置いてあるのかなフライヤーね、うん、まあよかったら見てください。はい、新聞折り込みが21日に入るそうなので、ね、野田市内入ると思いますので、よかったら見てください。糸池ちゃんありがとう、明日は土曜日、夜練、あさってでは、よさこいに、越谷よさこいね、参加です、オーブ、2019年初イベントなので頑張ってきます。はい、伊藤池ちゃん頑張ってくださいね、また週末忙しい暑い週末になりそうでございますので、ぜひ頑張ってください。はい、大山、八尾ちゃんありがとう、関さん、今日久しぶりにお豆腐買いま、買いましたよと言って、いただいております。はい、関さんよろしくお願いいたしますということで、関食品さんぜひ、応援よろしく。そう、最近さ、ちょっと言われるんだよね、なんかファンキートネが最近もう関宿の話しかしねえんじゃねえのって言われるんですよ。そうはないですからね、もう僕は一応野田全部をこうフォローするね、担当でございますのでね、そんな感じで一つよろしくということでお願いします。はい、
やうちゃんありがとう。ん、あ、さっきのね、そう、関さんのこのうまいもん祭りの日の、タイムセールの、下りと、ちょっと僕はこのパソコン画面の中に入ってるフライヤーがちょっと字がちっちゃくてさ、最近ちょっと老眼が強いんでね、読めないんですけど、そしたらやうちゃん今売ってくれました、ありがとう。関食品さんの、木綿絹豆腐、油揚げ、生揚げ、がんもどき、組み合わせ自由、2つ選んで100円限定100セット。すごい。いいね。これあれ、関さん、もしかしたら、チキチキって言うとさ、これなんかもっと特典あるとかそういうのないですか？ないのか、ここまでやったらそれ以上ねえよって、そこまで言うかという、ファンキーとながらなんですけど、またよかったら関さんなんかね、チキチキ特典もちょっと考えていただけると嬉しいなという、このね、生放送で言ってしまうという、どうしようもないファンキーとながらなんですけどね、はい、これ関食品さんのタイムセール12時から、なっておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ミッツさん、越谷よさこい頑張ってください、郁恵さんへですね、はい、みつさん、はい、頑張りますということで、皆さんね、忙しい楽しい週末になるんじゃないかなという、そんな感じでございますけども、はい、いろいろね、来ております、はい、はい、じゃあちょっと戻って、はい、ビリケンマラソン、これは運河のイベントね、先ほどの、運河に朝一からの、ビリケンマラソンということで、これはね、つながった企画となっておりますので、よろしくお願いします。はい、野田市関宿城桜祭り開催、4月7日日曜日開催でございます。ぜひ皆さん足を運んでいただいて、申し訳ないファンキー利根川は、東金桜祭りで、ちょっと行っちゃってるんでいないんで、一応チキチキ、まあ、代表というか、教区局員が、当日ね伺う予定となっておりますので、ぜひ皆さんまたそちらの方ね、お集まりいただければなというふうに思っております。はい、そして清水公園のイベントね、ツツジ、ごめんなさい、桜祭りが、16日から、ん、明日からだね、4月7日まで、そしてツツジ祭りは、4月20日から、5月6日までとなっておりますね、エントランスリニューアルオープンの清水公園、ぜひお楽しみください、よろしくお願いします。はい、こんな感じのねイベントも入ってます、よろしく。清水美智子さんね、流山情報は24日日曜日、産業博で、まあ、ちょっと被りますけどね、いろんなイベントが、24日被ってますけども、どうぞよろしくお願いします。はい、これは常総市の情報ね、千姫祭り、来週火曜日の夜の、夜友で小峰凜凜さん、電話生出演初登場となっております。いろいろ詳しく教えていただけると思いますのでね、ぜひ、ご期待くださいね。はい、はい、もうこれもね終盤でございますけど、野田に生きた人々その生活と文化ということで、開催中でございますのでよろしくお願いします。京都博物館で開催中です。はい、はい、野田組さん頑張ってますというね、そしてオーブさん頑張ってます、はい、日産チェリー、あなたの街のカーライフアドバイザー、どんなことでもご相談くださいというのでね、よろしくお願いします。これ伊藤郁恵さんちの、ご実家でございますのでね、まあ直接行くよりは伊藤郁恵ちゃんに一回連絡していただけると、またね、違う特典がつくんじゃないかなみたいな、そんな感じでございますので、はい、よろしくお願いします。はい、いろいろねこういう情報いただいております。はい、チョモラン守りね、これはケヤキのホールの2階のつくしんぼさんというレストランで、ご飯1合で450円というね、とんでもない、値段でございますので、一つよろしくお願いいたします。はい、はい、これはさっき、言ってました逆さいこんにゃく店さん、くず餅、今秋葉界隈の可愛いアイドルさんの間でもね、美容にいいということで今ちょっとね噂になりつつある、逆さいこんにゃく店さんのくず餅、ぜひよろしくお願いいたします。はい、ちょっとリアコメ、はい、ミッツさん、うまいもん祭り楽しみです、織り込みも楽しみにしていますということで、よろしくお願いします。
はい、糸池ちゃん、関さんちの油揚げトースターで焼いて生姜醤油で食べると美味しいんですよね。そう、なんかね、僕も結構油揚げそれ美味しいよね、香ばしくて。関さんちの美味しいよね多分もっと、うん、はい。大山よちゃん、ちなみに卵のタイムセールを実施するマリューエクさんもチキラーですよということでね、チラシに抽選補助券がついているので会場に来られた方はぜひチラシを、持参してくださいというね。あーそっかそっか、なっておりますので、これ後でチラシね、よくもう一回みんな見直していただければと思います。まあチキラさん、出店されてる方いたらなんかね、タイムセールとかされないところでもチキラさん見つけたら、ちょっとみんなおねだりするともしかしたらなんかいいことあるんじゃないかなって。もう勝手に最近言ってっからさ、こういうこと放送で店の人知らねえよなんてさ言われるかもしれないですけど、よかったら僕チキラーな、私チキラーなんですって言っていただけると、なんかいいことあるんじゃないかなみたいなね。少しずつ最近そういう流れになってきてるから、チキチキね、ほんと野田を、ね、歩いてチキチキといえばなんかいいこと起きるんじゃないかなみたいな。はい、じゃあどんどんいきましょう。今日はもう板の方終わってるんでね。はいはい、いろいろねこういう感じの、イベントなんもちょっと本をやろうかなとか言って思っております。はい、虐待と思ったら189番へご連絡ください、よろしくお願いします。はい、こんな感じですね。統括毎日さんお世話になってます。ジェイコムさんもお世話になってます。はい、ありがとうございます。地域新聞さんもありがとうございます、お世話になっております。はい、こんな情報もあります。はい、ファンキー利根川スカイミュージックレディオアネックス放送中です、頑張ってます。PR 画像と募集中で、ね、こんな感じもあります。はい、ここかな。はい、YouTube、 あ、ごめんなさい、 Twitter アカウントをやってます。 YouTube もあります。はい、チキチキも寄付金募らせていただいております、よろしくお願いします、ご協力くださいというね、感じ。はい、そして番宣、これ先ほど見ましたけどもね、上層千姫祭りの番宣、3月19日火曜日の22時から、小木根凛々さん、チキラーの小木根凛々さん生電話出演ということで、ぜひね皆さんチェックの方よろしくお願いいたします。来週の火曜日ね、ぜひ聞いてね、リアルタイムコメントをみんなどんどん打ってくださいね。はい、ミッツさん、はい、ありがとう。マリューエッグの卵人気ですよね。伊野尾さんちとは子供が幼稚園と中学が一緒でしたという、細かい裏情報ありがとうございます。はい、皆さんどうもありがとうございます。で、番宣、あ、ごめん、これ消えちゃってんな。はい、これだ。はい、あれ、待ってね、これだ。はい、江戸川局ハッピー関宿、多分ちょっと明日か明後日どっちか、多分明後日、スイアンのイベントに行ってくるので、まあ、ちょっとそのあたりのね、こと兼ねて、日曜日に、ね、なるかなという、感じでございますので、一つよろしくお願いいたします。はい、まあ、そんな感じでね、だらだらとやっております。今夜の生放送、はいはい、ディアコメ、糸井くちゃん、猪野さん、かなつさん同様、私のこと10代の頃から知っている方です。猪野さんちの卵美味しいですよねということで、マルユエッグさんのね卵ね、これさっきの、24日のうまいもん祭り、これだ。はい、タイムセール、なんかいろいろあるんだよね、美味しそうな、ものがね、たくさん、出ますので、ぜひ、まあ、24日はできれば、イオンノア店、うまいもん祭りで、ぜひ、お集まりいただければというふうに思っております。チキチキの、顔合わせもね、どんどんできますんで、
この日はね、ぜひ、集まっていただいてみんなで、あ、私もチキチキなんですとかこう言っていただけると、すごく嬉しいです。あの特にあのこう、なんだ、放送を聞かれてる方でこれあの僕と、お友達じゃない方はこのポーンってこう上がってこないんですよね。あの主張してますよっていうのは、わからないので、あと、リアコメ打っていただけるとね、あのわかるというか、お名前ねお呼びできるんで、なんですけどもまだね、そーっと、こう聞かれてる方はぜひ、ファンキートネガーねはじめ、いろんな、チキラーさんが集まりますので24日はぜひ、イオンノア店、お集まりいただければというふうに思っております。なんかすごいね、本当に最近こういうことをねばっかり、今年はちょっとやろうかなという、感じもあるんですけどもね。うん、ああそう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 、これやんなきゃいけないんでごめん。関跡城桜祭りの出展者さんがもう決定してて、ごめんなさい、ちょっと火曜日に資料をもらってきたんで、あの言ってないんで、ちょっと明日ぐらいからあのちょいちょいねちょっと紹介していこうかなと思いますんでね。ごめんね関さん、あの情報をいただいてるんで、この間あの、シーサイドの澤田さんとちょっと打ち合わせさせていただいて、この間ちょっと資料をいただいてるんですけどね、ごめんなさいまだ読めてないんですけども、はい、関食品さん、関跡城桜祭り、出店しますということで、自ら、アップしていただいております。どうぞありがとうございます。はい、揚げたての、あ、おからドーナツいいね、揚げたてね、あうまそう。ぜひ皆さんね、これは4月の7日の日曜日ね、関跡城桜祭り、ぜひこちらもね、足を運んでいただければなというふうに思っております。チキチキ聞いてるね、あの市外の方も、本当に楽しい、イベントに、なりますので、ちょっと明日ぐらいからあの出店者さんも、ちょっとお名前等ね、PR させていただければなというふうに思っておりますので、ご期待ください。はい、久保田信彦君こんばんは、お疲れ様です。まあね、いろいろこうイベントが増えてくるとさ、あのこう、ね、召喚、まあ冬場はね結構少ないんで、ちょっとね閑散としてたんですけど、まあ、最近ね、イベント、たくさんまた出てきて、まあ、イベントの他にもさ、お店紹介だったりとか、うん、まあ、なんかこう街で頑張ってる人、まあ、さっきの坂西さんの、息子さんのね、なんだっけな、アリーンフィギュアさんとかみたいにこうね頑張ってる若手の紹介とかもね、どんどんなんかそういう気になる方とかいらっしゃったら、あのご紹介いただければね、あのどんどんあの PR していきたいなというふうに思っておりますので、ぜひ、どうぞチキチキ宛てに、送りいただければと思っております。まあこの週末はね、さっき郁恵ちゃんは越谷のよさこい参加ということになってたんですけど、僕は日曜日はスイヤンの、なんだレッツ野田のもりもり、ご参加しようかなと、ふうになっておりますのでね、皆さんもよかったら、ぜひね週末動いていただいて、楽しい、野田ライフ、まあ近郊ライフ、お過ごしいただければなというふうに考えております。まあそんな感じかな、今日はねぼちぼちと読まさせていただきましたけどもね、後からあの打っていただいた部分はあのまた明日あの放送で、ご案内ご紹介させていただきますので、ちょっとご期待いただければというふうに思っております。土曜日日曜日でちょっと明日はなんか少し午前中とか天気悪そうなんですけどもね、土日、いろんなところにまた行かれたら、どんどんアップしていただいてね、まあ、もちろんあの野田に限らず、まあ、チキラさんとかねちょっと旅行されたりとかしてた現地の、写真とかでも、ね、結構でございますので、ぜひぜひ、アップしていただいてね、チキチキの板の方を盛り上げていただければ、あの野田市じゃなくてもチキラさんの、ね、活動ということで全然構いませんのでね、どうぞよろしくお願いいたします。はい、あ、関さんありがとう。武者行列参加者募集してますよということでね、
これ板の方にはね結構僕打ってて、あのスライドショーでも確かね流れてたと思うんですけどもね、関宿城桜祭りの、こう甲冑を着てあの練り歩くというね、まあ、アトラクションというか、イベントがね、中にあって、参加者の方、もうちょっとまで募集しておりますので、よかったら気になる方はまた、チキチキの、なんだ Facebook ページの方に、結構貼ってありますんでね、そちらの方はあの動きが緩いので意外と探しやすくなってると思いますんでね、Facebook ページのチキチキ情報局版行っていただけると、そちらの方にいいね押し、ね、チェックしていただけると、なるべくこう濃い情報とかをねアップしてますんで、そちらの方もぜひチェックしていただければというふうに思っております。はい、というわけで、今夜もダラダラと、お届けしてまいりました金曜日週末の夜とも、いかがでございましたでしょうか。で、7ヶ月半、あ、6ヶ月半か、今7ヶ月目に入ってるからさ、6ヶ月半、経過という、毎日放送うち3日は、スイアン金津先生にお願いしちゃったんですけどね、そんなわけで相変わらずやり続けておりますけど、まあ、どこまでできるやらという。で 来月の4月の6日の土曜日は、東金にちょっ とお泊りでお仕事に入りますので、なんと、東金の、ホテルの部屋からの、生放送、初の生放送となりますのでね、まあ、深夜だってなんだ、ちょっと深夜になりそうなので、まあ、気にしながら、ちょっと喋っていこうかなと思いますので、ぜひ4月6日の、深夜の放送もご期待いただければと、またちょっとそのあたりもね PR して、どんどんこうアクセス数稼ぎたいなと、こんな感じで思っておりますので、引き続き、お付き合いの方よろしくお願いいたします。もう本当情報ね、あのお店の情報でもご自身のねあの情報でも、結構でございますので、どんどん送っていただいてね、少しでも、楽しい情報、どんどん、情報は発信、拡散、共有、ね、これ3つ揃わないと、意味がない、ね、ことでございますので、みんなで楽しい、情報発信今後も続けてやっていきましょう。はい、本日もリアルタイムご視聴&リアルタイムコメントどうもありがとうございました。また明日の夜は頑張って、22時にはちょっと土曜日なんでね、またイレギュラーでなんか入っちゃったらごめんなさい。なるべく早めにね放送はするようにしますので、ぜひ明日の夜も、引き続きお付き合いの方よろしくお願いいたします。はい、ここまでのお相手は千葉県野田市チキチキ情報局局長&しゃべる管理人ファンキー利根川でございました。それでは、最後の曲は今日はねちょっと宇宙にぶっ飛んでいただきましょう。もやしイズムさんでコズミックもやしでお開きでございます。それでは11時半前になっておりますね。お風呂に入って早めにお休みください。どうもありがとうございました。失礼します。バイバイ。
Only you, only you, only you。前向いて目をつむってまた明日。